志村坂上駅は東京都板橋区志村一丁目にある東京都交通局三田線の駅である。駅番号は I21 相対式ホーム2面2線の地下駅である。当駅から西高島平方面は高架駅となり、ホームの西高島平よりにトンネル高校がある。改札口が両端に離れて2つあり、共に駅員が常駐している。長年にわたり、 駅ホームが開業当時の雰囲気を色濃く残していたが、2013年にホーム壁面の改装工事が行われた。この工事によって、伝承式の駅名標がなくなり、見た駅と同じスタイルの壁面となった。出入り口は4箇所あり、A1A2 出口は、志村はじめ里塚交差点側改札口に、A3A4 出口は、志村坂上交差点側改札口につながっている。 トイレは、菅も方面ホームの志村三丁目寄りにあり、多機能トイレを併設している。バリアフリー施設として、エスカレーター4基とエレベーター3基が設置されている。駅業務は、東京都へ交通協力会に委託されている。2020年度の1日平均乗降人員は24,635人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。 最寄りの停留所は国際工業バスの志村坂上で以下の路線が発着している。ありがとうございます。